街並み、ミツペラモンは、イスラエルのネゲブ砂漠にある町。ラモンクレーターの北の両線、標高800メートル地点に位置する。このクレーターは、ヘブライ語では、マクテシュと呼ばれる。隕石の衝突によるものではなく、侵食作用による円形の谷である。世界でもネゲブ砂漠に特有で、長さ45キロメートル、幅は8キロメートルに及ぶ。 2008年時点の人口は5,500人。元イスラエル国防省アミール・ペレツの妹のフローラ・ショシャンが市長を務めており、彼女の夫のサミ・ショシャンもまた市長だった。夏はカラッとした暑さになり、冬は寒いが雪は数年に一度しか降らない。ミツペラモンはもともと1951年にエーラートへの道を開く労働者の野営地として建設された。 1960年代になると、北、アフリカやルーマニアから最初の永住者がやってきて、ネゲブ砂漠で最南端の開拓地になった。エーラートから北へ伸びる道沿いに位置し、交通の便も良く、近くには軍事基地や石灰と石膏の採掘場が数箇所あったから建設されたが、現在では街の失業率は国内で最高水準にある。ラモン空軍基地など、 一万人以上の兵士が駐留する数箇所の軍事基地が街を取り囲むように一致している。また、街の5キロメートル西にはワイズン問題がある。ミツペラモンの開発は1960年代後半に95線が開通したことで悪影響を受けた。このハイウェイの開通により、エーラートから北へ向かう車はミツペラモンを迂回して通るようになった。しかし、 1990年代半ばからエコツーリズムへの関心が高まり、40号線が改良されたことも手伝って、エーラートからの風光明媚な道として40号線が使われることも増えてきた。1990年代後半になると市外に屋内プール付きのホテルがオープンした。また、ラモンクレーターを見下ろす場所にビジターセンターがオープンし、クレーターまで徒歩で4。 5時間で行けるようになった。この他の見どころとして、ギャマやアルパカの農場が挙げられる。ありがとうございます。